はい、どうも、和樹です。ですね、今回は中古でカメラやレンズを購入する際に注意しておいた方がいいポイントみたいなものをざっとお話ししていこうかなと思います。僕自身もですね、普段から中古であったりとか新品のレンズカメラっていうのを購入しているんですけども、その中古を購入する際に注意している点であったりとか、どういったところで買っているのかであったりとか、中古にはどういったリスクが存在するのかっていうところを踏まえて買っているんですね。なんで今回は、中古ね、カメラとかレンズっていうのを購入検討されている方の少しでもね、参考になればいいかなというふうに思いますので、ぜひですね、興味のある方なんかはご覧いただければいいかなというふうに思います。で、まずですね、カメラの新品と中古のメリット、デメリットっていうところからお話をしていこうかなと思います。まず新品のメリットなんですけども、これはですね、メーカーの保証がしっかりと受けることができるっていうところが、一番のメリットかなというふうに個人的には感じております。何かあった時にメーカーがしっかりと対処してくれるっていうところで、使っていて安心感っていうのがありますよね。もちろん初期不良であったりとか、そういう不具合っていうのが一切発生しないのが一番理想ではあったりとかするんですけども、実際ですね、初期不良なんていうのも結構あったりとかするので、僕自身もですね、初期不良で一回ですね、富士フィルムの X Pro 3というカメラは店頭で新品に交換していたりとかするんですよね。で、これってメーカーの保証だったから受けられたっていう可能性もあったりとかするので、そういった可能性も踏まえて、やっぱりメーカー保証があるっていうのは非常にね、使っていて安心感が得られるんじゃないかなというふうに思います。新品の場合っていうのはもう誰も使っていない状態になりますので、例えばバッテリーの劣化であったりとか、シャッター機構の劣化であったりとか、あとは防塵防滴のシーリングの劣化であったりとか、こういったところが一切心配がいらないような状態のカメラになっておりますので、やっぱりですね、安心して使うことができるんじゃないかなというふうに個人的には感じております。で、新品のデメリットに関しては、正直あんまりないんですけども、金額っていうところですかね。やっぱり中古と比較して新品っていうのはちょっとね、割高感があったりとかはするんですけども、先ほど申し上げたメリットっていうのを、買っているっていうふうに考えれば、僕自身はそんなに高い買い物でもないんじゃないかなっていうふうに感じていたりとかもするというところで、新品のデメリットっていうのはそんなところかなというふうに思います。で、中古のカメラのね、メリットなんですけども、やっぱり低価格で機材を手に入れることができるというところでございます。いろいろとね、今中古販売店っていうのはありますけども、やっぱり新品で買うよりも数万円安く購入することができるので、その浮いた資金でカメラ用品であったりとか、レンズ資金に回すことができるっていう大きなメリットが僕はあるんじゃないかなというふうに思います。で、一応ね、中古に関しても店舗独自の保証っていうのをつけてくれてるところっていうのは結構あったりとかします。その店舗によっては、あとはね、製品の状態によってはその期間っていうのは変わってきたりとかはするんですけども、6ヶ月とか、よくて1年とかっていうところで、店舗独自の保証を受けることができます。で、ただこの店舗独自の保証っていうのは、結局メーカーの保証ではないので、店舗の要はさじ加減になってしまう可能性もあったりとかします。僕自身ですね、今のところ、店舗のその独自保証っていうのをね、恩恵を受けたことっていうのはないんですけども、そういった保証っていうのが一応ね、あるような販売店で購入するっていうのが個人的には一番いいんじゃないかなというふうに思います。で、中古カメラのデメリットなんですけども、これはですね、結構いろいろとありまして、先ほど新品のメリットでもお話しさせていただいたように、中古の場合っていうのは誰かが触って使っていたものになります。もちろんね、中古のものによっては状態が良かったりとかすることもあるんですけども、プロの現場で使われている可能性っていうのもなくはない。で、そうなった時にどういうデメリットが存在するかっていうと、例えばですね、シーリングですよね。防塵防滴仕様にするためにカメラっていうのはこういうね、ボタンのところであったりとか可動域に対して水っていうのが内部に侵入しないようにシーリングの処理っていうのが施されていたりとかもします。で、やっぱりそのシーリングっていうのが年数を重ねていくごとに劣化してきてしまうような部材になりますので、定期的にオーバーホールっていうのが必要になったりとかするんですよね。で、それがされてるかされてないかっていうのは一応ですね、販売店とか中古のね、カメラの状態によっては表記がある場合もあるんですけども、基本的に表記がなかったりとかするので、ここに関してはやっぱり未知数ですよね。シーリングに関しては防塵防滴仕様のカメラに言えることになりますので、別にその仕様がね、ついていないカメラであれば心配することはないと思います。はい。で、あとはですね、シャッター耐久回数ですね、ミラー機構であったりとかシャッター機構がついているカメラに関しては、ほぼほぼになると思うんですけども、やっぱり上限の
切れる回数っていうのがやっぱりカメラによってあったりとかするんですよね。もちろんその耐久回数に達したらすぐ切れなくなるっていうわけではないんですけども、それ以上ねシャッターを切ったカメラに関してはその保証もね受けることはできないですし、修理する必要が出てくるようなものになります。でまあこれに関しては中古販売店によってはシャッター回数っていうのをねこう表示してくれてたりとかもしたりとかするんですけども、まあ全てが全てそうではなかったりとかもするので、まあカメラによってはシャッター回数がねそもそも表示されないっていうカメラもあったりとかするので、まあ中古に関してはそういったリスクも存在すると。であとはですねバッテリーの劣化ですね。まあカメラって基本的にリチウムイオンバッテリーを使っておりますので、まあスマートフォン同様ですね使って口にどんどんバッテリーっていうのが下手ってくるんですよね。要は本来の性能が発揮できないような状態になっている可能性っていうのがやっぱり高くなってくると。でそれが例えばその最近ね発売されたミラーレス一眼であればそこまでね懸念するようなポイントではないと思うんですけども、例えば5年前10年前15年前20年前まあそれぐらい昔のカメラになっているともうバッテリーが劣化していて当たり前ぐらいに、まあ、考えていた方がいいんじゃないかなというふうに個人的には感じます。まあ、もしかしたらですねその純正バッテリーすらももう販売終了しているようなカメラっていうのもあったりとかはするので、まあその辺はですね事前に調べてチェックしておく必要があるんじゃないかなというふうに個人的には感じます。でまあサードパーティー製っていうね選択肢もあったりとかはするんですけども、僕自身はサードパーティーのバッテリーっていうのはおすすめはしていないタイプです。はい、僕自身純正バッテリーしか使っていないんですけども、やっぱりですね僕自身も昔ですね学生時代にやっぱりお金がなかったのでサードパーティー製のねあのバッテリーとかってめちゃくちゃ安いんで購入して使っていたこともあったんですけども、やっぱりですねバッテリー持ちが非常に悪いのと、バッテリーの容量自体がこう何ですか表記自体も全然安定しないっていうところから、やっぱりですね撮影に集中できないなっていう風に感じたところもあって使用していなかったりとかするんですよ。でプラスアルファで、まあ、今考えるとですねちょっと危ないことをしていたのかなっていう風にも感じるんですけど、そのバッテリーっていうのはカメラでいう心臓部みたいなものになりますので、このバッテリーがあって初めてカメラってこう動いたりとかするじゃないですか。でその動力源となるものっていうのがやっぱり純正でないと何かしらのね影響っていうのをカメラ本体に及ぼしてしまう可能性もあったりとかするので、まあ、そうなっちゃうとねもうカメラのね基板ごと変えるとかっていう話になったら、もう正直サードパーティーで得られたこうね金額のメリットよりも全然ですねあのデメリットの方が大きくなってくると思いますので、僕は少し高いかもしれないですけども純正バッテリーっていうのを使った方がいいんじゃないかなというふうにそういう点で感じます。まあ、個人的にはメーカーがねもう保証してませんっていう一眼レフカメラであったりとか、あとはもうあまりにもね状態が悪いような一眼レフカメラであったりとか、あまりにも古いね一眼レフカメラっていうのは僕はですね、ある程度知識がね、ある方が購入するっていうことであれば全然構わないとは思うんですけども、初めての1台として買うにはちょっとリスクが高いんじゃないかなっていうふうに、まあそういう点で感じたりとかもします。で、僕自身は中古のカメラを買うんだったら、やっぱりしっかりとした中古販売店で買った方がいいと思います。それは中古販売店独自の保証っていうのがありますし、プラスアルファで何かあった時に販売員に対してこう聞くことができる、要は対処してくれる可能性っていうのがやっぱりあったりとかするんですよ。そういう点でやっぱりそういうね中古販売業者っていうのが僕は安心できるかなっていうふうに思いますので、例えばフリマアプリとかでこう購入したりとかっていうのも多分ねあったりとかはすると思うんですけども、個人の人がカメラをちょっとね購入するからその資金調達としてメルカリとかに販売するっていう場合もねあったりとかはするんですけども、やっぱり最近なんて言うんでしょう、こう中古のカメラをねそういうハードオフとかそういうところから買い漁って、それをなんかちょっといい感じに写真撮って販売しているような人たちっていうのもいっぱいいるんですよね。でそういう人たちって結局カメラの扱い方がどこまで分かっているのかっていうのも分からないですし、あとはカメラの状態に関してどこまで正確に把握しているかっていうのも分からなくなってくるので、あんまりですね正直おすすめはしたくないなっていうふうに個人的には感じてます。まあそのねフリマサイトとかで見ていただければ分かると思うんですけども、なんか明らかにこういい感じで写真撮ってるようなやつがね結構出てくると思うんですけども、僕はねああいうところからは正直買いたくないかなっていうふうに感じます。ちょっと高い買い物に、ね、なってしまう可能性っていうのも僕はあるんじゃないかなっていうふうに感じております。他にもねいろいろとあるとは思うんですけども、カメラの中古新品に関しては僕が感じるのはこの辺で、続いてはですねレンズについてお話をしていこうと思うんですけども、レンズの新品のメリットデメリットっていうところは、先ほどのカメラと同様メーカーの保証がしっかりと受けることができるっていうところ、まあ、レンズに関してはね正直そんなにね何かあるっていうことは今僕の経験上ではあんまないのかなっていう気はするんですけども、まあ、万が一何かあった時にメーカーにしっかり問い合わせて、まあね、対処してくれる可能性があるっていうところで使う上で安心感が
ありますよね。であとはですね、やっぱりそう誰も使っていない状態になりますので、レンズのカビとか曇りとか、あとはシーリング切れっていうね、防塵防滴仕様のレンズとかにはね、マウント部分にちょっとこうゴムっぽいものがねあったりとかするんですけども、まあ、その劣化っていうのも心配がいらないっていうところで、まあ、この辺もですね、しっかりとレンズの性能を引き出して、使うことができるようになっているんじゃないかなと思います。まあ、購入してすぐのレンズに例えば曇りとかね、カビが発生していたら、もうそれはもうメーカーにね送りつけて新しいものに交換できるとは思いますので、まあ、そういう安心感もありますよね。で、ただデメリットとしてやっぱり金額が高いというところで、まあ、価格だけがまあ正直デメリットになるのかなっていう気はしますね。で、レンズの中古に関してなんですけども、このメリットに関してはこう低価格で購入することができるので、まあ、新品で買うよりも割安になるというところでございます。まあ、僕自身もですね、結構中古でレンズっていうのはね、もう何回も何回も購入したりとかはしてるんですけども、レンズってカメラほどこう劣化するような部品っていうのが多くはないので、レンズに関しては中古で買うっていうのは僕はありだと思います。で、ただやっぱり気をつけたいポイントっていうのがいくつかあって、それはレンズの状態ですよね。カビであったりとか曇りっていうのが発生している可能性っていうのがあるわけですよ。中古販売店によってはレンズに曇りありとか、レンズにカビありとかっていう風に基本的にはね表記していることっていうのが多かったりとかはするんですけども、例えばねフリマサイトとかになると、やっぱりその辺っていうのは非常にね緩くなるんじゃないかなっていう風には感じますので、やっぱりね最低でも中古販売店でしっかりと購入した方がいいんじゃないかなと思います。で、やっぱりその使っていて曇りとかカビが発生してるじゃんっていう風になった時にも、この実店舗のあるね中古カメラ販売店とかであれば、実店舗に行ってこれ実際にカビ生えてるんですけどどうなってるんですかっていう風に交渉することもやっぱりできるようにはなってくるので、まあいいですよね。で、僕自身が経験した話で言うと、中古カメラ販売店でちょっとねレンズを見てたんですよ。で、備品っていう風に書いてあって、レンズ自体にね曇りとかカビっていうのは一切入ってなかったんですよ。入ってなかったっていうか記載がなかったんですよ。で、僕自身実機が見たかったんで、ちょっとね見させてくださいっていう風に言って、こうショーケースから取り出してもらって、僕自身ね普段こうライトでこう照らしてね、カビとか曇りとかっていうのがあるのかっていうのは絶対に確認するんですけども、その確認をした時に曇りが発生していたんですよ。でもね、この表記には備品っていう風に書いてあって、で、なんていうんですか、値段も備品の値段で、レンズに曇りとかカビっていうのはね特にないような表記だったので、いやおかしいなというところで、そのね販売店の方にね、これ曇りなんじゃないですかっていう風に聞いたら、あ、曇りでしたっていうこともあったんですよ。だから、その中古カメラ販売店がいい悪いっていうことではなくて、結局検査する人っていうのもそのいろいろとやっぱりあるじゃないですか。そのレベルっていうのが多分あると思うので、やっぱりそこから抜けてしまう可能性っていうのも、まあそういう経験からあるのかなっていうふうに個人的には感じたと。なので、カビ曇りに関しては目視で確認できるような知識であったりとかっていうのは僕はあった方がいいと思います。そういう点で。で、あとはですね、シーリングの切れなんですけども、まあ、販売店によってはですね、シーリング切れありとかっていう風にね、表記があったりとかすると思うんですけども、シーリング切れっていうのは一体どういうことなのかっていうところをね、ちょっとお話しさせていただくと、マウント部分に、防塵防滴の場合って、こういうね、ゴムみたいなものがついてるんです。これあんまりね、触っちゃいけないんですけども、こういうね、ゴムがついてるんですよ。で、このシーリングのゴムっていうのが切れちゃってると。要はちょっとねこう線が入ってしまってるみたいなことだと思うんですけども、切れてしまっている場合があって、この場合はですねシーリング切れっていう表記があります。ただまあそのね雨風が強い環境で使わないっていうことであれば何の問題もなかったりとかするので、ちょっとね安くレンズを購入することがねできたりとかもするっていうところにはなるんですけども、まあその雨が降っている環境であったりとか、そういう濡れてしまう環境下でそのレンズを使うと、もしかしたらそのシーリングが切れている箇所から内部にね水が入ってしまう可能性っていうのがあるというところで、まあその辺もね結構こうね見た方が僕はいいんじゃないかなと思います。で、あとはですね細かいこと言うと、光軸ずれっていうのもありまして、光軸ずれっていうのは何かっていうと、レンズってこういろいろな、ね、レンズがいっぱい中に入っていると思うんですけども、まあ、そのレンズを合わせて像を結合していると思うんです。像を結合しているから写真が撮れるわけなんですけども、その中心部の光軸っていうのがずれているものっていうのがやっぱりあったりとかするんですよ。で、これがですね結構見極めるのが難しいなっていうふうに思っていて、この現場でカメラのモニターとかで確認できないレベルのものっていうのは多分あると思うんですね。で、それはかえってね PC とかで見た時に、あれなんかピント合ってるはずなのにちょっとなんかぼやけてるなっていうふうに感じるものとかもあったりとかするんで、その場合はですね光軸ずれっていうのが発生している可能性が
高いんじゃないかなっていうふうに思います。工軸ずれに関してはその工軸ずれありますとかっていうふうにね表記されているわけでは絶対にないので、ここはねもう本当に難しいところですよね。もう本当にメーカーに点検に出さなくちゃいけないレベルになってくるので、ちょっとねそう考えるとやっぱり中古っていうのは、少しですねリスクがあるんじゃないかなっていうふうに個人的には感じました。このね工軸ずれに関しても結局メーカーに送ってもねいや大丈夫ですっていうふうにね返ってくる場合もあったりとかするんで、ここはねすごい難しいところですよね。はい、いろいろとね、入り込んだ話っていうのがまだ出てきてはしまうんですけども、レンズに関してのね、メリットデメリットっていうのはこんなところかなというふうに思います。で、最終的にですね、じゃあどこのね、販売店で買って何を買えばいいのかっていう話なんですけども、僕自身のこれは経験則になりますので、一概におすすめっていうふうに言うつもりはないんですけども、僕が普段使っているのは、ヨドバシカメラとマップカメラでございます。特にですね、この2社からお金をもらっているとか、つながりがあったりするってことはね、一切ないんですけども、僕はこの2社を使ってます。なんで使っているかっていうと、新品で購入する場合なんかは、やっぱり発売日に手元に届いてほしいじゃないですか。で、その時に、やっぱり調達力のあるでかい会社の方が安心してこう注文ができるんですよね。で、経験談としては、Z9 であったりとか、ZFC っていうカメラ、発売当時ね、めちゃくちゃ供給不足に陥っていたと思うんですけども、そんな時でも僕自身は、この予約開始日にしっかりと予約して、発売日にしっかりと届いたっていう経験から、この2社はですね、安心して使うことができるんじゃないかなっていうふうに思いました。新品のね、ヨドバシカメラの価格に関しては、マップカメラよりもちょっと 10% ぐらいね、金額が高かったりとかはするんですけども、それはちょっと 10% 分ポイントが乗ってしまっているからみたいなこともあったりとかはするんで、これはね別にどっちがいい悪いっていうわけではないですけども、ご自身に合ったね買い方っていうのをすればいいんじゃないかなというふうに思います。で、中古のカメラやレンズを購入する際なんかは、僕はねもうマップカメラしかもう使ってないですね。昔はですね、いろいろなね、中古販売店っていうので買ってはいました。インターネット上で買っていたりとかもしたんですけども、やっぱりですね、ちょっとクオリティが親っていうものが結構あったりとかするんですよ。要はインターネット上で見てみるけど、なんかこの表記とね違うなとか、なんかこんな状態なのっていう風に感じるものっていうのがいくつかあったりとかしたんですよ。で、経験上マップカメラが一番そういうことが少ないかなっていう風に思っていたりとかはするんで、もちろんマップカメラでもそういうことがあるっていう風にねおっしゃる方もいらっしゃるとは思うんで、ここはもうね単純な確率論じゃないですけども、僕自身がハズレを引いてないだけの可能性もありますから、そういった点で僕自身はマップカメラがいいなと思ってます。で、プラスアルファでなんでマップカメラがいいかって僕自身思ってるかっていうと、実店舗が新宿にあるんですよ。で、これも僕のね、なんていうんですか、生活圏内の話になっちゃうんで、本当に私事の話にはなってしまうんですけど、新宿って僕自身写真撮りに行ったりとかすることもあるんで、仮になんかね、そういう中古品とかをインターネットで買って何かあった時に、実店舗に行って見てもらうことっていうのができるんですよ。だから、マップカメラで買ってるっていうのもあります。ヨドバシカメラもそう。ヨドバシカメラもね、新宿とかにいっぱいありますよね。で、実店舗に行って確認してもらえる、対応してもらえるっていうところで、やっぱり僕はこの2社を選んでるかなっていうふうに思います。家から近いカメラ販売店でしっかりと親切にね、対応してくれるっていうお店があるのであれば、そこがね、一番ベストだと思いますので、そういった理由から僕自身はヨドバシマップカメラというところでございます。フリマサイトでね、僕自身はカメラっていうのはね、一切買ったことないです。先ほども言ったように怖いからです。なんて言うんでしょう。僕自身がそのカメラ機材っていうのを売ったりとかしたことっていうのはあるんですけども、やっぱり怖いですよね。最近なんかこう、中古カメラレンズのなんか転売ビジネスみたいなね、ちょっとよくわからないうさんくさいことをやってる人たちもいるみたいなんで、そういう人たちの息がかかった人のね、カメラとかっていうのがね、こう、出ていたりとかする可能性があるわけですよ。で、知識であったりとか経験だったりとかも全く見えなかったりとかもするので、なんかそういう理由で僕自身はあんまりかなっていうふうには正直思っていたりとかするんですよ。カメラ好きが例えば機材を入れ替えるためにこうフリマの方はね、金額が高いから出品するっていうのは僕は全然いいと思っていて、逆になんかそういうところでしっかりとこう、売買をされる方が僕はいいんじゃないかなっていうふうに思っているぐらいなんですけども、ちょっとですね、ノイズみたいなものが混ざっているところもあるので、僕はですね、そういった理由からフリマサイトっていうのは使わなかったりとかします。で、オークションに関しても僕はあんまり利用しないかな。それはなんでかって言ったら、やっぱり最終的に何かあった時にね、対応してもらえるかどうかっていうところは僕はすごく大きいと思っているんで、そういった点で僕自身は使っていなかったりとかもしますね。
まあその個人の買い方っていうのは自由なんで、あくまで僕自身がどういうふうに買っているかっていうのと、まあ、どういう点に注意して買っているかっていうところで、いろいろとね、お話をさせていただきました。まあちょっとね、早口だったんで、もしかしたらね、何言ってるかわからないとかね、いうふうにも思われてしまいそうなんですけども、結構早口でね、話してね、いろいろ説明してもね、めちゃくちゃ長くなっちゃうんですよね。余計な話してるから長くなっちゃうんだ。もうこういう話してるから長くなっちゃうんですよね。はい。てな感じですね、すいません。今回はこんなところで動画終わりたいと思います。それでは、バイバイ。